はい、おはようございます。はい。今日はですね、雨なんですね。それで、一応、今日まで、車を使えるんですが、そうですね、今日はですね、ちょっと外には出れなくて、まあ、車の中で放送するという感じでしょうか。それでは、出発したいと思います。出発します。はい、それでは外に出ます。雨は止んでるんでしょうかね。雨は止んでるかもしれませんが、ちょっとですね、出てみましょう。ちょっとポツポツ出てるかもしれません。今日雨の日なのですが、ここに、曇っております。曇っていますね。それでは車でですね、どこに行きましょうか。まあ、雨止んでますから、出れなくはないんです。そうですね、ちょっと出れるということでしたらば、どこに行きましょうか。雨が降ってるという前提でちょっと考えたんですが、雨が止んだのにですね、ちょっと予定を変えた方がいいかもしれません。外に出れるということですね。外に出るならば、どこに行きましょうか。リス園はまだ入ってません。リス園はですね、この間放送しちゃいけないって言われたので、あれですが、どこがいいかな。美術館、美術館ね、車で行けるところ、車で行けるところでですね、はい、そうですね。いろは坂、江ノ島、いや、遠くはちょっと行けません、ね。ちょっと遠くはいけないんですが、どこがいいでしょうか。一つは、町田版画国際美術館というのがありまして、そこの、まあ、中庭みたいなところに行くことができますね。そこがいいでしょうね。そこでいいですね。子供の国の前の公園は、この間行ったんですが、まあ、あそこが一番、綺麗には綺麗なんですが、どうしましょうかね。そうですね。問題がこの間言ってきましたね。はい、それじゃあですね、そうですね。じゃあ、まあ、国際版画美術館に行きますね。国際版画美術館に行きます。それでは行きます。
ラーになっちゃうからね。意外と安定しないんですね。体を安定させるのがいいんです。しない。ライトカメラは難しいです。あとで帰るのとちゃんとしといた。はい、これでいきましょう。ではスタートします。途中で電波の悪いところを取ります。ですから途中でちょっと放送がですね、途切れる可能性があります。はい、そしてメッセージをしながらします。この放送は電動放送ですね。電動放送ですが、雨止んでるようですね。はい。今日も少し、寒いですが、日中晴れて天気になるっていう予報もあります。今日は3月4日ですね、3月4日です。あと秋分まで、今月は秋分があります。21日でしょうか。あと2週間ぐらいでしょうかね。2週間ちょっと、2週間ちょっとでしょうか、あと2週間ちょっとぐらいで、春分になりますね。春分です。この辺がちょっと電波が悪くなりますね。天気じゃないからちょっとあれですね。ちょっとお見せしますが、梅が見えないですね。ちょっとね、ちょっと車からだと梅が見えないんですけど、ここに梅林がちょっと見えないんですけど、ごめんなさい。梅林ですね。
ここはあの小笠原団地という団地なんですね。大笠原団地と言ったでしょうか。大笠原団地ですね。メッセージ、なかなかメッセージが出てきませんが、はい、デモーション放送ということで、あ、もうちょっと電波が弱いですね。電波がちょっと弱い感じです。はい。電波がちょっと途切れちゃってるかもしれませんね。ここがですね、町田国際版画美術展というところですが、ここはあの駐車場が平日は無料なんですね。平日は無料です。電波が届いたでしょうか。着きました。バイクと違うとですね、あのすぐに出れるからいいかもしれませんね。ちょっと止まっちゃってるでしょう、今放送ができてるかどうかちょっと確認します。ちょっとお待ちください、放送ができてるでしょうか。あ、できてますね。はい、放送ができていることを確認しました。それでは出ます。よし、すいません。ヨシさんから着信来てると言っても、あのこの放送はちょっとあのスカイプしてないんですね。ですからヨシさんにですね、今はあの外配信でスカイプ出れませんとお伝えください。スカイプ出れないと、お伝えください。はい。ここはですね、ちょっとお見せしましょう。少し寒いですね。ここがあの町田国際版画美術館の、まあ、なんていうんでしょうかね、方向に向かっています。で、何をお見せできるかちょっと分かりませんよ。とりあえずですね、ありましょう、行きましょう。ですね。
お花を見せたいんですが、あまり花はないですね。せいぜいこんな感じでしょうか。ちっちゃなシクラメン。ちっちゃなシクラメン。それから、ここに、なんか、赤い、なんて言うんでしょうかね。赤い葉っぱ。青い花、ちっちゃな花ですね。そんなにお見せする花がないです。少し寒いです。少し寒いです。あ、町田。国際町田版画美術館の玄関ですね。玄関です。こういうふうに、まだ始まってません、始まってませんから、閉まっています、ここはその玄関ですね。はい。そうですね。土の方は電波が悪いんですね。ですから電波が届くのはこの範囲ぐらいしか、このぐらい、このぐらい、ちょっと花を見ていただいて、あとどんな花があるでしょうか。ちっちゃなパンジーとか、こういう花ですね。これハボタンでしょうかね。こういう花があります。あとは同じようなものですね。同じようなものです。はい。ここにベンチがあるんですが、ちょっと濡れてますね。濡れてますので、ちょっと座りにくいんですが、ちょっとですね、どっちに気がいいでしょうか。そこをちょっと下ろします。雨用のシートありますか。はい、こういう感じで一応はい、一度おはようございます。それでメッセージしていきたいと思いますが、静かですね。もう少し経つとですね、通勤通学参考通るんですが、まだ7時20分ということで、ちょっとここだとその上は無理ですよね。まだ住宅が、こっちに住宅がたくさんありますので、それではですね、
メッセージですけれども、どういうメッセージがいいでしょう。メッセージいきましょう。角笛がないならこの放送見る意味がない。はい、それではですね、メッセージ、はい、今日のメッセージ、そうですね、今日のメッセージ、画質を下げた方がいい。ああ、少し、あれですかね、飛び飛びなんでしょうか。画質を下げた方がいい。ちょっと待ってくださいね。画質を下げるのがあるかどうか。これかな？これ。変わるでしょうか。はい、じゃあちょっとですね、コメントしますが、ちょっと何か質問コーナー行きましょうか。はい、皆さん、質問コーナー、自殺でも天国行けますか。いや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 、自殺してはいけません。特に信仰がなくて自殺したらば、もう地獄に直行かもしれません。決して自殺してはいけません。信仰を持っても自殺しないでください。信仰を持ってもですね、地獄に行ってしまう可能性もあります。ユダヤ人はみんなユダヤ人ですか？ユダヤ人はみんなユダヤ人ですか？ちょっと意味がわかりません。はい、ごめんなさい。はい、何か質問。煉獄に行くにはどうしたらいいですか？カトリックには煉獄っていう考え方があります。煉獄っていうのは天国と地獄の中間みたいなところなんですが、プロテスタントには煉獄ないんですね。プロテスタントには煉獄がないです。本当に3月か4月に東京大地震が来るんですか？わかりません。わかりません。可能性だけですね。可能性がやや大きいという、普通よりもちょっと可能性が大きいんじゃないかなと思います。実際には分かりません。聖書に書いてあることは全て真実ですか？私たちはですね、福音主義と言いまして、創世記に書かれたこと、例えば、アダムとエバの話やノアの洪水、バベルの塔、全部信じます。ね。それは全部、聖書の、歴史的なことは全部信じます。しかし、例えばイエス様の例え話もあります。そのイエス様の例え話は例え話ですから、それは、真実ではないです。しかし、旧約聖書や新約聖書に書かれている、その神の言葉、神の言葉は真実ですね。神の言葉。イブはですね、エヴァのことを英語でイブと言います。日本語ではエヴァと言います。エヴァンゲリオンはなんかギリシャ語で福音という意味ですね。
まあ、ある意味ではこの放送はエヴァンゲリオン放送ですね。エヴァンゲリオン放送、つまり福音放送ですね。福音とは何ですか？福音というのはイエス様が救いに来ましたよということですね。イエス様が皆さんを救いに来た。これが福音です。つまり、そのエヴァンゲリオンはギリシャ語で福音という意味だそうですね。英語だとエヴァンジェリズムというんですね。エヴァンジェリズム。ですから、エヴァンゲリオン放送です。放送、ギリシャ語知らないです。ギリシャ語で放送というのはどういう意味かちょっとわかりませんが、エヴァ放送ですね。この放送はエヴァ放送、エヴァンゲリオン放送です。つまり、福音放送ですね。福音放送です。エヴァの初老期。エヴァの初老期ですね。今日もエヴァンゲリオン放送を見に来ました。エヴァンゲリオンちょっと見ました。全部は見てませんが、いくつか見ましたね。はい、質問はもうないでしょうか。質問ないですか。まさかのエヴァンゲリオン放送実写は でもですね、シンジがですね、いろいろ悩みますよね。で、あれはやっぱり本当に人生とは何か、人間とは何かというとても大事な、まあ、疑問ですよね。ただあそこには答えがないですね。答えがない。世の中のいろんな映画、いろんなドラマ、いろんな小説はですね、問題提起をします。人間とは何か、人生とは何か、愛とは何か、問題提起をしますが、皆さん、そこには答えがないんですよ。この世というのはね、テレビもそうですが、問題提起をします。例えばドキュメンタリー、番組とか、それからそういう討論番組とか、そういうのはですね、問題提起をします。しかし答えがないんですよ。答えがありません。問題提起で終わっちゃってるみたいな。どうしたら日本は自分の罪に気づけますか。それはまさにその福音を語って多くの人たちがイエス様の教えを学ぶことですね。イエス様の教えを学ぶことによって、イエス様の教えを学ぶことによって初めてその罪が見えてきます。そして答えが見つかるのです。皆さんには答えが必要なんです。皆さんはこの放送で、問題と、答え、問題の原因と、答えを学んでいます。皆さんは問題の原因も学んでますね。皆さん分かりますよね。この放送を見てると様々な問題の原因が分かりますよね。そして、その、答えも分かりますよね。はい。危険ドラッグにはまってます。死にたいです。イエス様を信じることによって、その離れることができると思いますので、ぜひ今からでも遅くないので、悔い改めてイエス様を信じましょう、ね。そして、油すぎを受けましょう。その油すぎを、受けることによって危険ドラッグから解放されることができます。ぜひ皆さん、いろんな悪習慣にはまっている方は、まさにイエス様が必要なんだ。イエス様が必要なんだということですね。皆さんが、その、真理を理解してほしいんです。目から鱗が落ちて、
その真理を理解し、そしてこの世を見て、また自分を見て、いろんなことが分かるようになってほしいんですね。いろんなことが分かるようになってほしいと思います。皆さんの人生を、まあ、見抜いてほしいというか、在特会やめるにはどうすればいいですか。その会員のですね、解除って言いましょうか、登録の解除をしたらどうでしょうか。皆さんが教会に行くならば、カリスマ派の教会を紹介したいですね。なぜカリスマ派かということなんですが、まあ、聖霊派と言ってもいいでしょう。聖霊派と言ってもいいですが、聖霊の働きを強調する、油注ぎを強調する、その霊的なことを強調します。異言予言を強調します。悪霊追い出しを強調します。霊的な戦いを強調します。その、私たちカリスマ派はですね、そういう霊的な戦いにをですね、その強調することによって、信仰的に神様の、まあ、力を受け、油注ぎと言いますが、油注ぎを受けて、その悪魔と戦うことができるんです。信仰があっても油注ぎがないとですね、元気になりません。または悪魔に勝つことができません。霊的なことで、霊的なことでですね、この何でしょうか、負けてしまうんですね。信仰にはどうしても神の力が必要です。神の力がないとですね、人間の力で悪魔に勝つことはできません。人間の力で、信仰を全うすることができません。まさにエヴァンゲリオンはイエス・キリストを信じる信仰を通して神の力で生きるということですね。神の力で生きる、それがエヴァンゲリオンです。エヴァンゲリオンというのは福音という意味ですね。福音という意味です。イエス様が私たちを救ってくださる、イエス様が私たちを救ってくださる。ぜひ皆さん、私たちはイエス様の教えの中で初めてその神の力を受けるんです。イエス様の御言葉は神の力と言ってもいいでしょう。イエス様の御言葉を信じて、そのこの世のいろいろな嘘ですね、ネガティブな思い、皆さんが当然と思っているようなさまざまな偽り、嘘をですね、捨てるのです。皆さんはいろんな思いがあるでしょう。自分はダメだとか、お金がなきゃダメだとか、仕事がなきゃダメだとか、ね、この世で、ね、評価されたいとか、そういうことの中で皆さんは苦しんでしまうのです。この世の価値観で苦しんで、人と比べて苦しんで、ああ自分は、ああいう人とは違うんだ、自分は何も持ってない、自分は何もできない、そういうコンプレックスの中で多くの人は苦しむんです。ですからそうやって人と人と比べて、ね、人と比べて自分が、優れてるとか自分が劣ってるとか、そういう価値観を捨てることが大事なんです。多くの人はそういう価値観で苦しんでるんです。そういう価値観で苦しんでます。皆さんはそのような間違った価値観、この世の価値観、虚栄であり、見栄であり、プライドであり、そのようなプライドの塊、虚栄の塊のこの世から離れて、そのような間違った価値観から離れて、本当の人間の生き方、本当の正しい考え方を学んでほしいのです。それはイエス・キリストが教えてくれます。イエス様の、イエス様の教えは、
そのようなこの世の間違いを知って、この世の間違いから離れ、肉的な思い、ね、欲望を求めるような生き方、自分の栄光を求めるような生き方、そのような生き方から解放されることが救いなんです。救いというのは何ですか？間違った考え方から解放されて、正しい考え方を学ぶことです。この世の人たちは間違った価値観で苦しんでいるんです。皆さんも、そうです。皆さんも間違った価値観で苦しんできたんです。これからは、ね、これからはその正しい価値方、価値観を持ちましょう。正しい価値観を持ちましょう。地球はもうすぐ終わるの。はい。この世はもうすぐ終わります。この世はもうすぐ終わります。あと何年か分かりません。私が生きている間かもしれません。ぜひ皆さん、この世が、ね、終わる前に、この世が終わる前に救われましょう。この世が終わる前に救われるのです。まだ間に合うのです。まだ間に合います。今、皆さん、この世の価値観から離れて、この世の価値観から離れて、神の国に入ってください。神の国に入って、イエス・キリストを信じる信仰、神様に、協力する生き方、今までは騙されて悪いことをしてきました。皆さんが罪を犯すというのは悪魔の子であり、悪魔に、その強いられてきた、操られてきて、皆さんは悪いことをしてきちゃったわけです。これからは、ね、エヴァンゲリオンです。これからは悪から離れ、罪から離れ、悪魔から離れ、イエス様の弟子になって神様の味方、悪魔を敵とし、悪魔と戦い、また罪と戦って、皆さんがその神様の働きに協力してほしいんですね。神様の働きに協力して素晴らしい生き方をしてほしいと思います。ちょっとですね、コーヒー飲みます。ごめんなさい。コーヒーをちょっと持ってきてました。それではですね、明石タイム行きましょうね。明石タイム、明石タイム行きます。皆さんの証が、ね、一緒に伝道することになります。皆さんの証が、大事です。それでは明石タイム行きます。イエス様を信じて、イエス様を信じて、この世は、入の世界で、人と競争して、人と競争して、その、お互いに、消耗してしまうようなプライドの社会だということが分かった。もうそのような、自分の、その見栄を求めるような言い方を、そのやめようと、思った。イエス様を信じて、そのような見栄の社会を、その見栄じゃないような言い方をしたいと思った証、証、真理が分かった。人間の本当の生き方が分かった証、スタート。人間の本当の、生き方が分かった証、スタート。
どんな人間にも神にとって価値があるんだと思った。これは素晴らしいです。見栄を捨てようと思った。アメン。欲を捨てようと思った。アメン。そこには同感できる。日本社会は地獄だと思いました。アメン。生まれてくるべきじゃなかった。そんなことはありません。イエス様と出会うために、イエス様と出会うために生まれてきてよかったんです。裏切られてばかりだったけど、イエス様はオラッチを裏切らない。アメン。その通り。虚栄心を捨てたら、イエス様と和解できました。アメン。バレなきゃ何をしてもいいと思っていたけど、神様にバレバレだった。アメン。見栄は際限なく満たされないと思った。その通りです。見栄は際限なく満たされません。イエス様に出会えて社会への恐怖がなくなりました。イエス様に出会えて社会への恐怖がなくなりました。見栄を捨てよう。性欲は害悪だと思った。アメン。エヴァの影響でキリスト教の信仰を始めました。学校はどうして絶望しかない進化論を教えるのか分かりません。月給8万円でもいいんだと気づいた。アメン。その通りですよ。見栄を捨てて信仰生活。見栄を捨てて信仰生活。この放送のリスナーと一緒に学んでいこうと思った。今日から聖書を読みます。今日から聖書を読みます。以前は神を信じるとか意味不。今は信じない方が意味不。ね。信じない方が意味不です。信じない方が意味不。信仰生活ができるようになりました。この世界でも良いことが、希望があるんだ。この放送には何かを感じる。この放送には何かを感じる。世紀末でも、世紀末が来てもイエス様がいれば大丈夫。世間体を捨てたら外出できるようになりました。そうなんですよ、皆さん。世間体を考えるから引きこもっちゃうんですよ。この世の価値観が、この世の価値観で、自分がどう見られてるかということを考えるから引きこもっちゃうんです。もうその価値観を捨てちゃうんです。もうその価値観を捨てちゃうんです。もうどう見られたっていいじゃないですか。ね。もう世間体を気にしなくていいのです。人の目を気にしなくていいのです。人の目を気にしなくていいんです。もうイエス様に認められてるんですから。正々堂々と生きていいんです。正々堂々と生きていいんです。ね。マスク配信やめて顔出しします。アメン。アメン。最近のテレビは面白くないので、この放送を毎日家族で見ます。アメン。そうです。テレビは真実じゃありません。ね。もうテレビは何かですね、この嘘ついてるような感じ、やらせとかですね、もう見栄とかですね、外面ばっかり考えているので、その、嘘番組ばっかりですね。嘘番組ばっかりです。もうそういうのは面白くないです。ね。面白くないです。真実を求める放送。ね。真実を求める放送が必要ではないでしょうか。
答えを、伝えることができる放送、本当の答えを持ってる放送が大事ではないでしょうか。イエス様が答えであり、イエス様の教えが答えです。イエス様の放送が答え、イエス様の言葉が答え、イエス様の教えが答えです。そんな放送どこにあるんですか？ここにあるんです。そんな放送どこにあるんですか？ここにあるんです。この放送こそがバラエティ、この放送こそがバラエティ。英語で現在は何て言うんですか？オリジナルシーンですね。オリジナルシーン、現在、オリジナルシーンですね。はい。振られて悲しいです。どうしたらいいですか？恋愛してはいけません。恋愛しないでイエス様に信頼するのです。恋愛は必ず失念します。恋愛は必ず失念します。ここにですね、梅があったんです。これ梅ですよね。ここに梅がありました。もう枯れてますかね。梅ですね。梅がありました。で、ここのとこちょっと面白いんですが、あ、ここに白い梅もあるんですね。ちょっと見にくいですか。白い梅もあります。はい、白い梅と赤い梅がありました。ちょっと電波弱いんでしょうかね。はい、なんかちょっとカクカクのような感じですね。少しカクカクでしょうか。イエス様、いつも恵みをありがとう。共に歩んでくれる聖霊様に感謝します。はい、ごめんなさい。ぜひ証もっと書いてくださいね。証タイムです。証書いてください。仏教は間違ってると思った。仏教は間違ってると思った。イエス様の写真にとても感動しました。ね、あれすごいですね。
イエス様の写真、まさかイエス様が写真に写るという、以前は手芸人生、手芸ばっかりやっていた。しかし今は主イエス人生、ね、手芸人生から主イエス人生。昨日の話で天のお父様の慈悲深さに感動しました。以前は自宅警備、今イエス様を警備したい。アメン。イエス様を警備したい。私たちは、ね、イエス様の味方であり、イエス様の弟子であり、イエス様の友でもあります。私たちは以前は、悪魔の家来でしたけれど、悪魔の家来でした。今は私たちは神様の、弟子です。神様の弟子です。おはようございます。天のお父様は本当にいるんだと気づいた。天のお父様は本当にいるんだと気づいた。この放送が毎回楽しみになった。この放送は毎日楽しみになった。今日も放送ありがとう。アメン。今日も放送ありがとう。朝放送は霊的朝食です。朝放送は霊的朝食です。明石タイム、明石はもう終わりでしょうか。生きてる間はずっと毎日放送するんですか。わかりません。クリスチャンで本当に良かったと思います。クリスチャンで本当に良かったと思います。アメン。はい。今日はですね、英語聖書の授業を予定しています。10時から、ね。10時から、英語放送の予定してます。神の存在に気づかなかった。しかし今気づけた。以前は神の放送に気づかなかった。しかし今気づけた。アメン。明日は配信ありますか？明日の朝はツイキャスですね。明日の朝がツイキャスで、そして夜はニコ生ですね。生きていれば何か良いことがあると思った。アメン。イエス様と出会うこと。イエス様と出会うことが良いことです。イエス様と出会うことが良いことですね。ぜひ、私たちは本当の人生の意味、ね、本当の人生の意味を知る必要があります。以前は神は生きていないと思っていたけれども、今神様の息遣いが聞こえる。ワオ。神様の、息遣いが聞こえる。以前はサタン軍団だった。今はイエス様軍団。アメン。そうなんですよ、本当。多くの人はですね、知らず知らずサタン軍団です。
知らず知らずサタン軍団ですけど、私たちはイエス軍団に入らなければなりません。自然には神の愛が満ちていると思いました。自然には神が作った、自然は神が作ったんですから、神様が作ったんですから、自然には神の愛が満ちています。自然には神の愛が満ちています。この放送で、偶像の世界にいることが分かりました。そうです。この世は偶像の世界、悪魔の世界なんです。この世は悪魔が支配していると聖書に書いてあります。この世は悪魔が支配している。ですから皆さん、私たちはちょっと悪魔の軍団から抜けなきゃいけません。悪魔の軍団から抜けてイエス様の軍団に入るのです。イエス様の軍団に入りましょう。多くの人は知らず知らず、知らず知らず罪を行って悪魔の軍団に入っています。悪魔の軍団に入っています。そこから抜ける必要があります。イエス様軍団に入りましょう。イエス様軍団に入るのです。悪魔が支配しているのは合ってるような、その通りですよ。この世は悪魔の世界です。ですからこの世が滅ぶのは、この世が滅ぶ理由はそこにあるんだということですね。俺は神だと思っていた。ところがどっこい、俺は人だった。これ面白いですね。俺は神だと思っていた。ところがどっこい、俺は人だった。その通りですよ。多くの人はですね、悪魔の心を持っていて、自分は神だと思いたい、自分は神だと思いたい。しかし、人間はですね、その罪人だということですね。罪人。イエス・キリストに会って初めて、イエス・キリストに会って初めて私たちの罪が許されて神の子になれるんです。悪魔の子から神の子になれるんです。そして皆さん、その神様から祝福が来るんです。この世の価値観より神様の教えが大事だと思いました。この世の価値観より神の教えが大事だと思いました。皆さんがイエス様の教えで、イエス様の教えでこの世を見てください。イエス様の教えで、自分の生活を見てください。イエス様の教えで自分の心を見てください。霊的なことが見えてきます。自分の心の動機、自分のさまざまな、その間違った欲の思い。以前はキリスト教は古くてダサいと思っていたけど、最先端の生き方だった。アメン。これいいですね。キリスト教は古くてダサいと思っていたけれども、最先端な考え方だった。最先端な生き方だった。その通りですよ。その通りなんです。真理ですから、真理ですから。この世の方が、古いのです。この世の考え方がダサいのです。この世の考え方が間違っているのです。皆さん、そのことをまず理解するんです。この世の考え方が間違っている。欲と、欲と、それから悪に満ちているのです。この世は見栄と不正と欲で満ちているんです。およそ皆さん分かりますよね。およそそういうことは大体見当つくと思うんです。そしてその間違ったこの世に期待するから、がっかりするんです。この世に期待するから、失望したり、また生きる気持ちがなくなったり、なんて言うんでしょうか、その苦しむわけですね。このように、この世に期待するから、
このように期待するからがっかりするわけです。ぜひ皆さん、そういうわけで、皆さんが、さらに深く、はっきりと、真理に確信していく必要があるんです。もっと、ね、光を受けて、もっとこの世界が、神様の光で見えるようになる必要があるんです。イエス様の御言葉が光です。イエス様が光であり、イエス様の教えが光なんです。そのイエス様の教えによって見えてくるんです。いろんなものが見えてくるんです。皆さんの人生が見えてくる。皆さんの心が見えてくる。皆さんの生活が見えてきます。今まで悩んできたことを悩む必要はないのです。皆さんは無駄なことで悩み、無駄なことで苦しみ、無駄なことで失望してきたんです。もう皆さん失望することはないのです。もう悩むことはないのです。もう心配することがないのです。せっかくの人生を、多くの人はせっかくの人生を、無駄にしています。台無しにしています。せっかくのですね、まあ、ある意味では霊的に死んでいると言ってもいいでしょうか。皆さんは霊的に死んでいますが、これから、そのイエス・キリストにあって、霊的な命を受けて、霊的な命を受けて、本当に本当の命です。人生はボロボロですが、神様に希望を与えられました。以前は不安人生だった。今は信仰で心配ないさ。以前は不安人生。今は信仰で、心配ないさ。いいですね。皆さんが、イエス様の言葉を聞いて、ね、その死人が蘇る時が来ます。今ですと、イエス様がそうおっしゃっています。死人が神の言葉を聞いて、生き返る時だ。皆さんがイエス様の言葉を聞いて生き返るのです。皆さんが神の言葉を聞いて生き返るのです。それは心が、心に命を持つということです。心に希望を持つということです。皆さんはイエス様の言葉で生き返るのです。イエス様の言葉で皆さんは生き返ります。ちょっとコーヒー飲みます。すいません。ちょっと電波をちょっとチェックですね。ここはちょっと電波弱いところなんですね。若干ここは電波が弱いところですね。カクカクな理由は、少し電波が弱いところということですね。ちょっとカクカク放送になって申し訳ありませんでした。若干ここは電波が弱いということなんですね。若干電波が弱いです。はい。ゾンビ人生から解放されたいです。アメン。ゾンビ人生から解放されたい。アメン。まあ毎日同じようなことを言ってるかもしれませんね。毎日、繰り返しが多いかもしれません。
しかし、その中でも皆さん、だん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 、学んでるんですね。学んでるんです。皆さんが学んでですね、そして成長しています。実はですね、私も、ネット伝道始めて8年ぐらい経つんですが、私自身ですね、信仰生活がもう37年ぐらいなんですね。37年ぐらい経ちますが、でもこのネット伝道を始めて8年ですが、私自身ですね、一番なんかこう、学んだような、成長したような感じがするんです。皆さんも、その成長したかもしれません。しかし、私自身ですね、私自身がこの8年のネット伝道の生活の中で本当に成長できたと思っています。ですから、私のためにも良かった、ね、このネット伝道は私のためにも良かったです。皆さんと一緒に学んだ、皆さんと一緒に成長した、そういう感じがします。ですから皆さん、もっともっと学びましょう。もっともっと御言葉を学ぶのです。もっともっとイエス様の教えを学ぶのです、ね、そしてイエス様の教えを実行するのです。イエス様の教えを実行するのです。その、イエス様の教えを実行するときに、そのもっと真理が深くわかります。もう3年ほど見ています。そして皆さんは天国に宝を蓄えています。そして皆さんが世の光です。皆さんがイエス様の教えを実行すると、皆さんの家族が、その変わり、皆さんの心が変わり、皆さんのこの、ね、生活が変わっていきます。そのように、イエス様は皆さんを変えたいのです。イエス様は、家庭を変えたいのです。人間関係を変えたいのです。社会を変えたいのです。神の愛が増し加えたいのです。神様は、神の愛を、この、地上に増し加えたいんです。ぜひ皆さん、私たちはするべきことがあるんです。素晴らしいするべきことがあるんです。私たちは神の御心を行うことが大事なんです。神様は人々を救いたいのです。そして人々が愛し合ってほしいのです。それが神の国ですが、その神の国がどれほど素晴らしいか。神の国がどれほど素晴らしいか。皆さん知ってもらいたいのです。まず、第一に、神の国とその義を求めようとあります。私たちは神の国を求めることを第一優先にしなければなりません。多くの人は、その、仕事やお金や生活のことを優先します。しかし、イエス様は、神の国を優先しなさい。神の国を求めなさいとおっしゃいました。私たちは、私たち自身が、神の国に入る必要がありますが、多くの人を神の国に、その招く必要があるんです。神の国、それは欲で生きる世界ではありません。罪のうちを歩む世界では生き方ではありません。神の国、それはイエス様と共に歩む生き方です。イエス様と共に歩み、聖霊様と共に歩む生き方、神の愛で生きる生き方、神の力で生きる生き方、それが神の国です。神の国です。もっともっと求めましょう。もっともっと求めるのです。皆さんの、心と生活が、神の力と神の愛で満ちる生活になれるのです。もっともっと求めましょう。もっともっと植え替えくんです。霊的に植え替えて求めるんです。
キーちゃん、今日も素敵なメッセージありがとう。アメン。アメン。ところで寒くないですか？少し寒いですね。ちょっと若干寒いです。今日はちょっと角笛はね、ここは、ちっちゃな音だったらできるかもしれませんね。ちっちゃな音だけでやりましょうね。ちょっと音を絞ってですね、迷惑にならない程度ですね。どうしようと思います。そう、音を絞ってできるかどうかちょっと分かりませんね。皆さんの勝利の角笛、リバイバル角笛ですね。このぐらいでしたらそんなに迷惑ではないじゃないでしょうか。ちょっと音が、ちっちゃすぎるでしょうか。はい。それでは帰り支度をしますね。帰り支度をしたいと思います。世間体を気にするな。いや、これはね、世間体を気にしてるんじゃなくて、やっぱりね、私たちは愛が必要です。ね。やはり、その騒音は良くないですね、騒音はね。だから、騒音にならないようにしなきゃいけません。難しいところですね、そこがね。では、TPO ですね、TPO。TPO で、やっぱり愛を示さなきゃいけない。ね。神の愛と言いながら、人に迷惑をかけるのは良くないですよね。そこのバランスは難しいです。難しいです。それでは、帰る支度をします。ニコ生の朝は、キューちゃん牧師から始まる。ありがとうございます。私はここのですね、やっぱりこの並木も私好きなんですね。この版画美術館の前のこの並木も好きです。それからこっちの景色ですね、この景色も好きです。まあ、この景色は好きなので、まあ、ここに来るという感じでしょうかね。この景色が好きです。10時から、英語聖書の授業をする予定です。夜8時からは連動放送をする予定です。それではですね、何を話したらいいでしょうか。今日はなんか静かな朝という感じですね。静かな朝という感じで。
放送以外に何をされてるんですか？はい、チャイスクールで勉強教えていますね。チャイスクールで勉強教えています。チャースクールというのはですね、まあ、日曜学校とも訳せるんですが、その、チャースクールというのは、その、平日ですね。平日、普通の公立学校の勉強をですね、教会でやります。日曜日の学校ではないですね。ちょっとごめんなさいね。荷物をちょっと置きます。はい。ちょっと移動。支度があります。ちょっと手袋を落としてきたみたいです。ちょっと待ってください。それでは行きたいと思います。カメラですね。スタートします。招きをするの忘れましたね。ちょっと。招きをしましょうね。お時間が終わっちゃうといけませんから、車で出る前に招きをしましょう。はい、今日の放送を見てこの世の価値観を捨てたい、世間体を捨てたい、人と比べるような生き方、見栄の生き方をやめて、イエス様の価値観を持とうと決心する方、本当の正しい、イエス様に認められるという価値観、人間の評価ではなく、イエス様の評価を受けたいと思う方、アメンと言ってください。アメン。この世の価値観ではなく、イエス様の価値観が欲しい方、アメン。アメンと言ってください。アメン。この世の価値観、ね、この世の価値観が欲しい方、アメン。アメン。アメン、素晴らしいですね。アメン。アメン。アメン。じゃあ、ちょっとね、お祈りします。天の父様、感謝します。どうぞ、今、アメンと言った方々が、信仰を持つようになりますように。エイジさん、アメン。この世の価値観で苦しんでいる方、人と比べて、苦しんでいる方、コンプレックスで苦しんでいる方、その、上辺で判断するような価値観、プライドを持つような価値観から、
彼らを解放してください。見栄から解放してください。コンプレックスから解放してください。世間体から解放してください。本当の価値、それは神様が認める価値、神様が中心の価値。どうぞ彼らが救われますように。それは間違った、サタンの嘘から救われて真理を知ることができますように。イエス様の教えが真理であり、イエス様の御言葉が真理です。彼らを救ってください。彼らを救ってください。そして、これからイエス・キリストに会って本当の人生を生きることができますように。神の力と神の愛で生きることができますように。アーメンといった方々、またリスナー全員を祝福してください。素晴らしい人生が始まりますように。素晴らしい、その生活が始まりますように。まず心が解放されますように。心を解放してください。心を解放してください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、皆さん、これから人生が変わります。これから人生が変わりますよ。もう生き方が変わるんです。もう、今までは闇の中を生きていました。人生は皆さん闇だったと思います。皆さんの人生は、闇だったと思います。これから皆さん光の中を歩むのです。光の中を歩む人生、皆さんはこれから光の中を歩む人生になりますよ。期待しましょう。イエス様に期待するのです。イエス様が素晴らしい人生にしてくれます。そして今までは、孤独だったと思います。誰も自分の気持ちを分かってくれない。誰も自分のこと、自分の悲しみを分かってくれない。そのような孤独感、孤独感があったと思います。しかし、そのイエス・キリストを信じるということは、イエス様ご自身が皆さんの心の中に来てくれる。イエス様が本当に皆さんの声を聞いてくれるということの中で、皆さんぜひ、もう孤独ではないんだ、もう孤独ではないんだ、イエス様がいるんだ、イエス様がいるんだと信じてください。そして本当に、絶えず祈ってください。もう本当にですね、いつでも感謝してください。今日も、伝道部屋を見ることができた。今日も言葉を聞くことができた。まず感謝することが大事ですね。すべてのことを感謝してください。不満を言ってはいけません。その愚痴を言ってはいけません。また恐れてはいけません。失敗してはいけません。絶えず神様に感謝を捧げるのです。嫌なことも辛いことも、その背後に神様のご計画があるんです。ですから神を信じるというのはそういうことなんです。神を信じるというのは、何か、悪いことがあってもですね、悪いことがあっても、その神様のご計画があるんだ。神様が何か計画があって、こういうことがあるんだという、それを信じるんです、神様の計画を信じる、それがとても大事なんです、それがとても大事です。ぜひ皆さん、そういう、そのいつでも喜びなさい。いつも喜びなさい。皆さんがイエス様と一緒にいることを信じ、イエス様に愛されていることを信じ、イエス様に祝福されていることを信じるのです。神の子であることを信じるのです。神様は、イエス様は、決してあなたを見捨てない、見放さないと言われました。その言葉を信じるのです。イエス様が皆さんを見捨てません、見放しません。それを信じるのです。いつもそばにいてくれる、いつもそばにいてくれる、
そのことを信じるのです。いつも信じるのです。そして喜ぶのです。感謝するのです。そして期待するのです。今日も素晴らしい一日がある。今日も神様のご計画の中にあって何かが起きる。祝福を受ける。そしてもっともっと求めましょう。皆さんが求めて、求めて、求めれば求めるほど与えられるのです。信じれば信じるほど与えられるのです。感謝すれば感謝するほど与えられるのです。期待するのです。神様は恵み深く、憐れみ深い方です。神様は恵み深く、憐れみ深い方です。求めれば与えられるのです。求めれば与えられるのです。求めなければ与えられません。皆さん、ここ大事なポイントです。求めなければ与えられないのです。ですから、求めましょう。求めましょう。たくさん求めるのです。たくさん求めるのです。求めれば与えられるのです。求めれば与えられます。そして、神の国が、神の国が訪れます。罪をやめます。罪から離れます。人々がその神様に感謝して、人々が賛美をし、人々が祈るようになってきます。多くの人たちが神様を知り、神と和解し、神の祝福を受けるようになってくるのです。皆さん、期待しましょう。喜びましょう。リバイバルが起きるのです。リバイバルが起きるのです。何かが変わっていくのです。何かが変わってくるのです。皆さんの祈りが、聞かれるようになってくるのです。皆さんの、皆さんが、イエス様を証しし、イエス様を告白し、それが人々を救いに導きます。